玩具、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 おもちゃは遊びに用いる対象物、道具のことであり、遊び道具とも玩具、される、具、玩具とも書く。おもちゃの語源は平安時代の手に持って遊ぶ行為である、持って持ちそぶものであり、これが室町時代に省略と説刀後の添付を経て生まれた。漢字の玩具、グも同じ意味を表現して成り立った。英語の 遠いという単語の発祥は分かっていないが、少なくとも14世紀頃には用いられていた。数多い種類の玩具がデザインされているが、他の用途向けの道具などが玩具に適さないというわけではなく、子供が文房具や道具でさえない木切れを手に持って遊べばそれは玩具として機能する。子供にとって遊びは余暇ではなく生活行動そのものであり、その中で 玩具は活動の方向性を作り出す。遊戯の目的である、自然法則を理解するための準備や文化、社会生活へ適用するための訓練は、玩具の意義にもそのまま当てはめることができる。玩具は、通常子供やペット向けの道具と捉えがちだが、大人や野生動物が玩具を使うことは、決して珍しくない。例えば、古希で空気の輪を通って遊ぶイルカなどがこれにあたる。 玩具の起源は非常に古く、戦死時代まで遡る。ただしそれらは当初から子供向けに制作されたものではなく、大人が用いていた宗教の祭祀や生活における様々な道具が子供に下げ与えられたこと発すると考えられる。テレビゲームやロボットなどのデジタル機器も玩具に入れることができる上、収集家向けに飾っておくことだけを目的とするような玩具も存在する。 古代文明の遺跡からは、玩具やゲームが発掘されており、それは、文字の発明よりも古い時代に遡る。紀元前3000から1500年前のインダス文明跡からは、小さな荷車や鳥の形をした笛、張った糸を滑り降りる猿のおもちゃなども見つかった。数千年前の古代エジプトには、手足を動かせる上にカツラをつけた石、粘土、木製の人形や、貝殻製のガラガラがあった。 墳墓からも兵士や奴隷の人形の他にボールが副葬品として発見された。古代ギリシアや古代ローマでは子供たちは牢や焼き物で作られた人形や棒、弓や洋々などで遊んでいた。大人になると特に女性は子供時代に遊んだこれら玩具を神に備えることが恒例となっていた。十四歳頃の少女が結婚の前日に成人になる。 通過儀礼として人形を寺院に奉納していた。しかし、これらは必ずしも子供に与えるものとして制作されたものばかりではない。古代ギリシアローマの遺跡から見つかる人形類、鈴や鳴子などはもともと呪術や祭事などで使われた器具類と考えれる。これは遊びそのものにも当てはまるが、古代または素朴な社会での玩具は、 大人が何らかの目的を持って使用した道具が、その意味を喪失したりまたは変化した結果、子供に与えられるようになったと考えられる。子供の側から見れば、大人が取り行った様々な行事や行動を模倣する遊びにおいて、これらの道具を用い、これが玩具となったと考えられ、その意味では、玩具は子供が発明したとも言える。この例には、日本において特別な日に、 屋外で食事をする、ボンハンや、辻ハンが変化したままごと、アメリカ先住民族では、本来科の狩猟道具だった、ボール、東南アジアでは、宗教儀礼として発したブランコなどもある。ガングが商業製品となるのは11世紀頃の、イギリスに見られ、手工業で生産されたガングが、市場や城などに持ち込まれて販売されていた。その後、行商人が取り扱うようになり、 商業地での流通や貿易も行われるようになった。古くから、玩具の典型の一つである人形も、伝統的で素朴なものだけでなく、高価なものも作られるようになった。ロシア皇帝ピオトル一世は、ヨーロッパ化を推進する一環として、ドールハウスを維持しているが、これも文化財としての側面を重視した決定だった。16世紀は、ドイツのニュールンベルクで、 鈴製兵隊人形の大量生産が始まり、また、ゼンマイバネを用いた初期のおもちゃが開発さるなど、玩具が普及を迎えた時代でもあった。クリスマスの時にツリーに吊るしたりする習慣や、サンタクロースから送られるという空話もこの頃に生まれた。18世紀から19世紀にかけて起こった、産業革命を通じた安価で大量生産が可能になると玩具はさらに普及した。 切り絵や工作用、または着せ替え人形の服など、玩具の材料に紙が使われるのもこの頃出る。日本でも、庶民の間で広く玩具が広がったのは、江戸時代中期以降であり、それまでは、宮中の行事用や上流階級の遊び用であった、様々な道具に起源を持つ玩具が、一般層に広がった。日本永代村では、風車職人の話があり、原緑文化時代には、 家内製紙工業による生産と、露天商や行商等の販売、そして、庶民文化と生活の発展による消費が成り立った。また、自然素材を用いたからくり玩具も江戸時代の庶民に普及した。19世紀に、玩具は大きな発展を見せた。ママと喋る人形が登場し、ゼンマイ仕掛けの玩具も成功になり、1851年に、 開催されたロンドン万国博覧会では当時最先端の玩具が多数出品された。また幼児教育と玩具の関係が重要視され始めたのもこの時期である。20世紀に入ると玩具にも様々な技術革新が導入された。経済の安定的成長とテレビの普及など大量消費社会では玩具市場も急速な拡大を見せた。1960年代には 合成樹脂などの新たな素材が普及し、これをさらに加速させた。1970年代からは半導体を使用するハイテクおもちゃが現れ始め、1979年のインベダーゲームのブームに橋を発すテレビゲームが普及し、玩具のありさまに大きな変化をもたらした。さらにメディアミックスを用いて漫画やアニメーション、インターネットなどと関連させ、 市場への訴求力を高めた玩具が販売されいる。伝統的な玩具を製造販売する企業には、ハイテクおもちゃに長年の市場を奪われていることに対抗し、昔からの玩具をテレビゲーム化してインターネットで対戦できるような分野に進出しての販売力を高めている企業もある。偶然の発明が新しいタイプの玩具を生むことがある。例えば、 第二次世界大戦時にあるウィリックが合成ゴム大隊に発明したナティパテ、愚かなパテが後にピーター・ホージソンによって用事用の玩具として見出されおかしなパテとして商品化された。また小麦粉を主な材料にした粘土であるはもともと壁紙の清掃用に開発されたものである。2007年のニュルンベルク国際玩具見本市にてジェーン・ツイミーは 世界の玩具市場は年間670億ドルと推計した。これは前年比5.2%の伸びであり、日本を除くアジアやアフリカ、ラテンアメリカそしてロシアでは今後も伸びが期待されると解説を加えた。この市場を前に玩具を大量生産で提供する多くの企業がコスト削減のために低賃金の地区に工場を構えた。 例えば、アメリカで流通する玩具の75%が中国製である。遊びは子供の成長に大きな影響を与える。数々の玩具は、発育や様々な機能の発達に刺激を与える重要な道具である。ドイツのフリードリヒ・フレーベル、1782年から1852年は、人間形成において、具の重要性を初めて主張し、 1831年に世界初の幼稚園を創設した。彼は音物の理論の中で、玩具とは自然の法則を理解するために神が与えた道具と定義づけ、幼児の成長段階において必要な種類の玩具を分類した。これによると、最初には系統を巻きつけた小さめのボールを与えるべきであり、次は木製の玉と立方体、続けて、三、分割された。 立方体、4、八面体、5、立方体の面を2回ずつ切断した27辺、6、棒や水晶型など複雑な27個の積み木という段階を設定した。この積み木は、音物という名が付けられた。フレーベルは1837年に、ブランケンブルクで子供の労働意欲を育てる会を作り、ボールやサイコロなど様々な玩具を制作した。 イタリアのマリア・モンテス・ソーリ、1870年から1952年は、独自の教育法、モンテス・ソーリ教育を実践するために200種類もの、教育玩具、教具を開発した。これらは、感覚教育、言語教育、算数教育などそれぞれに目的を持つが、子供が自ら遊ぶ中でこれらの主題を発見し、身につけることで社会への適応性を育て、 人格を形成するための補助となるように考えられていた。日本では1871年、明治4年に慶応義塾が遊具を設置し、1873年、明治6年には内務省が教育玩具の普及を目的に製造業界に製品の販売を促した。文部省も乗り出し、小学特本でボール遊びの一つとして野球の記事を載せたり、 同女戦で剣玉遊びを奨励するなどの活動を行った。1879年、明治12年には、フレーベルの理論を紹介した、幼稚園法2遊記を発行した。1914年、大正7年には幼稚園、小学校の教材に折り紙が加えられた。第二次世界大戦中には、模型飛行機などの軍事色が強い玩具が、学校教育に導入されたが、 戦後には、このような戦争玩具は、教室から排除された。最も単純な玩具の一つである木製の積み木は、心の育成において、最良の玩具とも言われる。社マーケティング担当役員のアンドリュー・ウィットキンは、情報誌、インベスター、スビジネスデイリーで、それ、積み木は、目と手指の共同作業を発達させ、数学や科学の技能、 そして想像力を子供に芽生えさせると話した。おはじきやお手玉、ボール遊びなども同様に心身を駆使して空間認識や原因と結果のつながりなど様々な能力を育てる有効な教材になるとウィットキンは述べている。児童の成長に影響を与える目覚ましい玩具の一つにプレードやシリーパティ及び家庭で作れる同じような整形用粘土類がある。 ウェルズリー大学幼児学習センターの教育担当、メアリー・アッチーは、このような種類の玩具がなぜ子供の身体的発達、認知力向上、情緒教育の有効性及び社会性の発達に影響を与えるのかを明かした。特に幼児や児童向けに、思考や創造性を重視して開発された玩具の一種チーク玩具では、認知心理学や感性工学及び、 人間工学などの考え方を組み入れ、また、これを用いて、一緒に遊ぶ、親子の行動分析通じて、知能や情緒の形成、認知的発達の仕組みを知り、玩具の設計にフィードバックされている。これらには、ブロックや積み木から、プレスクール用玩具、幼児用玩具類、楽器や絵本から幼児用、キャラクター製品などが含まれる。子の玩具に対する好みは、視覚的には、 暖色で光を発するものを、聴覚は特に幼少時に反応する。立音から成長に応じて聴音が、触覚ではまず手のひらでつかめるものから徐々に身体全体で感じられるものと変化する。嗅覚に訴える効果は十分な成長を経ないと、関心を引き起こしがたい。玩具そのものの運動についても強い関心を持ち、それは成長に伴って細かな動きに目を向けるようになる。 また、地方性の高齢者への治療の一つに玩具を用いる例もある。心理療法の手段の一つ階層法、レミニセンスの手段として懐かしい玩具などを用いた記憶発想への刺激を行ったり、幼児向けチーク具のゲームを通じて感覚を刺激する試みも行われている。ある種の玩具、例えばバービーの人形や GI ジョーなどは女の子向け、 または男の子向けという風に分けられる。研究によると、18ヶ月未満の乳児でも、性別によって、玩具の選択が分かれるという欠がある。日本でも、業界分類等で、男児玩具と女児玩具はそれぞれ別に分類されており、前者には模型玩具や乗り物など、後者には人形とその周辺道具類などがある。キャラクター人形やごっこ遊びの玩具類も、男児向けと、 女児向けがそれぞれ区分される。生後、赤ちゃんに最初に与えられる玩具が、未発達の聴覚や視覚に働きかける、長め玩具と呼ばれる種類である。これらは手に取って遊ばせるものではなく、乳児をあやすことを目的とする。赤など暖色が多く用いられながら、刺激は弱められ、澄んだ音を連続的、または間欠的に発すものが好まれる。 生後1ヶ月を過ぎた頃になると緩やかな動きがあるものが好ましい。ガラガラは普遍的な乳児用玩具であり、メキシコ民族が用いた砂糖キビの茎製、エスキモウのアザラシの革製など多様な素材から作られたものがあり、これらは乳児期に音が大切な発達要素であったことを各民族が認識していた帽子章になる。天井に吊るしたり棚などに置いたりして回転する玩具。 メリー、ベビーメリー、オルゴールメリーなども多く、また風車やガラガラなどを、親が手に持って見せる限りはこれらも長めガ具の班に入り、日本の電電太鼓は乳児には扱えるものではないため、この用途専用のものだった。これらを持って遊ぶ様子は、生後3ヶ月頃から見られ始め、手に持つための適度な大きさや口に含むことを念頭に置いた。 安全性などを考慮した製品が設計される。乳児が張って動ける頃には、全身運動の興味に応える起き上がり、などが与えられる。長い歴史を持つ人形には多様な種類がある。幼児向けには、人間や動物をかたどった単純な人形や、ぬいぐるみが与えられ、これが、概念の初期形成に寄与する。当初こそ幼児は、ただ触って遊ぶに過ぎないが、やがて仮の人格を与え、 食事や排泄など生命があるように見なし、遊び相手や友人として扱うようになる。これは動物のぬいぐるみなどにも当てはまる。人間の成長を通して、人形がおもちゃである期間は長い。幼児から成長すると、ままごとなど遊びが高度化するに伴い、人形にも様々な機能を求めるようになる。これに対応し、 手足が可動なものから全米など動力を備えて動く、人形、泣いたり目をつむったりするものが作られている。さらに、人形用の衣類や家具などのお道具類等も整備された。人形の起源は民間信仰の道具だったと考えられる。被災や利病などの身代わり、豊作などの祈りの対象、そして権力者の墓に埋葬される品であったりした。日本で人形が、 子供用玩具となるのは8世紀頃に始まり、江戸時代に広まった。そして芸術的、工芸的な要素が加えられ、地域の特色を帯びる郷土玩具の一体形となった。衣服を着けた人形も8世紀のヨーロッパで作られ、はじめ14世紀に華やかさを増した。古くから子供は様々な乗り物の模型を玩具にして遊んでおり、 古代ギリシャの陶芸品から二輪のカートで遊ぶ子供の図柄が発見されている。自動車や電車、または飛行機など乗り物の模型は所有欲を満たす玩具である。子供の場合は実体験で見分した乗り物を再現する性質が強く、結果的に荒く扱って壊されやすい。10代以上になると科学的な興味を満たす傾向が強まり、玩具へ。 成功さを求めるようになって、材質や実際に駆動することなどにも目を向ける。さらに電車ならばゲージなど様々な周辺部品を加え、飛行機ならば実際に飛ばせるものなどへと高度かつ高価なものとなっていく。子供の聴覚に訴えかける玩具の種類がある。乳児機のガラガラなども該当するが、手を使う遊びの延長として太鼓やタンバリン。 口に含む行動から笛などの玩具がこれらに相当する。さらに成長に伴い使われる子供向けの楽器類なども玩具に相当する。玩具を用いて行う遊びのうち目標をうまく達成することに楽しさを感じ、その技能を上達させる目的で遊ぶものを練習玩具という。これを複数の人間で比較競争すればゲームとなるが、ヨーヨーや剣玉。 または駒、縄跳びや紙風船などを一人単位で遊ぶことが該当する。紐を玩具に使う様々な遊びも多く、これにあたり、ディリアンのようなものから複数で遊ぶあやとり、縄跳び、ゴム跳びなどが例示される。好みに軸を刺した原始的な駒は世界中で見られ、それぞれの文化圏の様式に沿って自然発生した。は子に限らない玩具の典型であり、 古代エジプトの頃から美しい装飾が施されたり、回し方にも様々な工夫が発展した。和名類受賞では、日本の駒は、宮廷の儀式道具として駒回しの専門職がいた、ことが記されている。江戸時代には、蕎麦の道具になり、また曲芸としても大成した。ヨーロッパでは16世紀イギリスで多様な種類と形状が発達し、18から19世紀には特に、 鉄製の駒が流行した。この中には、表情でも遊べる工夫が施されたものもあった。考える玩具の代表がパズルであり、知恵と工夫を凝らして、目的を達する。到達点は様々であり、単純な知恵の輪から、ジグゾーパズル、メカニカルパズルなど、また何かしら、目的のものを作り上げるという意味でブロックも、また立体的なパズルの範疇に入る。競争。 勝負がつけられる玩具もある。これには、運動を伴うものもあれば、基本的に、知的作業のみで行われるものもある。貝殻や土器に端紙が使われるようになったん子、駒を戦わせる米駒、他にも、ビー玉や、おはじきなどもルールに即したゲームとして使われる。ゲームには、より高度かつ複雑なものも、無数に存在する。カルタやトランプなど、カードゲーム類、 将棋や囲碁及びチェス類、野球盤など数々のボードゲーム類、麻雀、ビリヤードなどから、これらが拡張されたスポーツ全般で使われる用具類も抗議の玩具に入れることができる。最古のンゲームは、紀元前4000から3500年頃の古代、エジプト墳墓から発見されている。これは小読みや占い、または資料進行の道具であった。 紀元前1400年頃には初期のマンカラが登場してアフリカに伝播した。これは奴隷貿易と共にアメリカ大陸にも伝わり、ハイチではブーデュ教とも関連づいた。一方インドにはギャンブルの一つとして流行した。ボールやマリの発祥は非常に古く定かでないが多くの地域や文化圏及び各歴史の段階を通じた普遍的なおもちゃである。 その発生は、好みや石などを本能的に投げる人間の行動にあると思われる。ボールの発展段階を追うことで、それぞれの地域で調達できた材料や加工などの技術史を追うことができる。さらに、手に入れたボールの硬さや重さ、または弾力性などが遊び方を決定づけ、様々なスポーツを生み出す母体ともなった。ボール遊びは、ゴムの利用によって大きく広がり、 運動や競技において、制服欲の充足を目的にした、様々なゲームスポーツの発案を助長した。子供が乗る、または乗る模倣をする玩具は、ソクラテスの家に、ボーバがあったことや古代中国にも存在したこと、さらに中世ヨーロッパの版画や彫刻に頻繁に現れる点からも広く普及したと考えられる。人が乗って遊ぶ木馬も、中世ロシアには、 万一歳の男児に送る習慣があり、17世紀中頃にイギリスでロッキングホースが発明されたように広い歴史を持つ。子供が何らかの人物や職業になりきる国交遊び用の玩具も存在する。これには訓練的な意味を持つ場合もあり、プラトンは将来の建築家は子供の頃から家を建てる遊びをするべしと記した。それらは 仕事に使う道具のも造品であったり、衣装やお面なども含まれる。戦争玩具に分類されるものでも、戦車や戦闘機及び砲台等は模型に相当するが、軍刀や勲章など身につける、類のものは、この一種になる。アントニア・フレーザーは著作、おもちゃの文化史、ISBN 978から4から472073311にて、 玩具を成長後も子供時代を懐かしく思うものと述べ、大人でも収集や歴史家が着目するものと記した。現代では子供向けに限定されない玩具、大人向けの玩具が豊富にあふれている。パズルやゲーム類は大人が遊ぶに十分なものであり、また人形やロボットなども一種の癒しを与える玩具として重宝れる。バウリンガールなどは、 ペットと飼い主の双方に働きかける玩具とも定義できる。テレビゲームやコードなら自婚など、高年齢層までも、購買層に狙った玩具が数多く販売されている。収集の対象としての玩具の歴史は中世で多く見られる。16世紀に始まったと言われるドールハウスは女の子に与えられた代表的なおもちゃであったが、 貴族階級の大人が楽しむ鑑賞品として発展し、税を尽くした工芸品を子供が触ることは許されなかった。愛好家の多いフランス人形は当初新しいデザインの服飾品を宣伝する媒体であった。日本でも江戸時代には物見油山や神社仏閣参拝の土産物、縁起物とした玩具が発達した。本来、 子供向けの玩具を収集する趣味や遊びが発展し、骨董や気有と並んだ大人の遊楽の一つとなった。明治時代には人形収集家の集まりが大友会を結成し機関紙の発行も行われた。この大友とは子供と対応なす造語である。玩具全般も広く愛され、おもちゃ番付の作成や先週の編纂などの盛り上がりを見せた。現在で、もやのように、 玩具の中には収集の対象となり、大人を含む熱狂的な収集家、コレクターが存在するものもある。中には多額の費用がかけられるような場合もあり、ペスの可動式ケース1個がオークションにて1100ドルで落札された例もある。多くの国で販売される玩具に対する安全基準が設定されている。日本の場合、乳幼児玩具は食品衛生法が適用され、 特性が指摘されている重金属やヒ素の溶質が検査される。また、電気を使う玩具には、電気用品安全法に即した PSE マークの表示が義務付けられ、花火には火薬類取締法の規制がかかる。業界の自主規制では、SG マークや ST マークなどがある。欧州委員会では2008年12月18日に、玩具の安全性に関する指令。 88-378-EEG の改定が提案された。これでは、ガンに含有する物質の規制が強化され、リーチ規制に基づく CMR 物質、発ガン性物質、変異原性物質、生殖毒性物質やアレルギー物質、方向物質の一部に対する使用禁止や規制、使用時のリスクに対する注意の表示義務、誤飲等のリスク規制、 食玩と食品の接触禁止などを盛り込んだ。これは2009年上旬に発行された。玩具企業には数量が多くなる製品を確保するために実態がはっきりしない外注を利用し、しばしば外国の工場で製造をすることがある。近年、アメリカでは中国製玩具で受け取り拒否に踏み切った事態が発生した。監視が行き届かない下請け企業は、 時に不適切な製造方法を取ることがある。大規模な市場を持つアメリカが衆国政府は、玩具製造企業に対して販売する前に、製品評価を義務付ける準備を行っている。名称や図柄を使う、キャラクター玩具などには著作権や、商標登録のゴンジャの許諾が必要になる。また、日本では、青少年の健全な育成に好ましくないと判断される、有害玩具を、 都道府県の条例で販売対応などに規制をかけている自治体もある。子供が成長したり、または興味をなくしたりしたような際、玩具はリユースを検討される。グッドウィル・インダストリーズや救世軍などチャリティシーへの寄付やガレージセールへの出展、オークション、または美術館への寄贈など、その方法は様々である。壊れた玩具や何かしらの理由で不具合を生じたものは、 廃棄する際に注意を払う必要がある。寄付や販売する際には、丁寧に扱い、きれいにしておくべきであり、また部品が揃っていることも必須である。2007年に発生した、中国製品の安全性問題によって、アメリカ国内で玩具を扱った数多くのチャリティーが、中断したり取り消されたりする事態が起きた。グッドウィル・インダストリーズはぬいぐるみを除く、全玩具の寄付受取を停止し、 他のチャリティも政府が発行したチェックリストに基づいて、ガング類に対する確認を実施した。電気製品の 3R 促進を目標に制定された WEEE、e、指令、電気電子機器廃棄物に関する欧州連合指令では、2007年1月2日よりイギリスにおけるガングへ適用させる運用が始まった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。